レイ、私と離れていた間のことで確認するべきことがあるのですが。またかよ。今度は何のことだ。食事のことです。ちゃんと1日3食しっかり食べていましたか。ああ、それなら問題ないぞ。ちゃんと3食栄養のことも考えてきっちり食べていたさ。意外な回答です。どんだけ信用されてねえんだ俺は。すみません、てっきり偏った食生活をしているものかと思っていました。あのな、俺だってちゃんと考えているんだよ。飯は肉体の資本だ。今っていう大事な時に倒れたりなんかできないからな。そうですね。レイも食事の重要性を理解してくれたようで何よりです。まあ飯の時間や内容もレティシアに合わせてアベラルドが万端に整えるから、俺が何も考えなくてもちゃんとした食生活になるってだけなんだが。レイの食生活が改善されるというのでしたら、もう少しこの星にとどまっていても良いのかもしれませんね。おいおい、勘弁してくれよ。俺だってたまには栄養のことなんか考えずに腹いっぱいインスタント食品を食べまくりたいんだからよ。わかりました。今後レイのストレスが悪い形で発散されないように十分警戒に当たろうと思います。余計なこと言わなきゃよかった。